どうもチームシケーダの金子です。僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。画像出てると思いますが、もうすぐ初めて人物写真の写真集通販させていただきます。カードか概要欄より、メイキング等の関連動画のリストありますのでチェックしてください。あと背景の写真はインスタグラムで毎日更新してます。よかったら概要欄からそれもフォローしてください。あと、スーパーサンクスとかね、投げ銭できるようになってるのでぜひお願いします。ということで、ちょっとね、今回は、ちょっといつもおちゃらけてる動画結構出してるんですけど、時事ネタというか、緊急で動画回してます。このニュースを、聞いたすぐ後にちょっと慌ててちょっと動画を撮ってます。テロップ出てると思うんですが、 NHK 福岡がサザビーとシャーセン・ヨザクを間違えてこうアナウンスをして謝罪をするという前代未聞の、今年で一番かな、とんでもない不祥事をやらかしたということで、僕自身もね、やっぱりガンダム結構好きなんで、ちょっと怒りに震えてるというか、言葉が出ないですよね。ちょっと詳細はちょっと僕もね、慌ててこうとにかくそこがパーって目に入って、もう大して調べもせずとりあえず喋ってるんですけど、なんか福岡ってね、なんかガンダムベースサイド F とかなんかいろいろこう逆車推しっていうか、そのガンダムを使ってなんかインバウンド向けに多分ねランドマークにしようとしてる、なんかそういう施策があるのかわかんないですけど、やたらなんか逆車となんかいろいろコラボしてて、これもなんか山笠のなんか飾りなんちゃらみたいな、なんかそういうなんかイベントでなんかその逆車とねコラボしてて、これ画像出てると思うんですけど、こうもう宿命のライバル機、こうニューガンダムとサザビーがみたいな、そういうモチーフでなんかやってるんですけど、いや普通は分かりますよね。これ見るだけで、それはニューガンダムとサザビーかみたいな、逆襲のシャアだからなみたいな、分かるじゃないですか。国民の常識ですよね。にもかかわらずですね、そのアナウンサー、アナウンサーの方が悪いというか、その原稿を作った大使でね、こう知識もない、てか知識なくても分かると思うんですけどね、当たり前ですよね。原稿が間違ってたんでしょうけど、アナウンサーの方もね、もちろん分かってたらアドリブでね、それは修正とっさにすべきだと思うんですけど、天津さん、シャア専用ザクと、これ画像出してますけど全然違うじゃないですか。赤いことぐらいですよね、共通点が。このね、画像のサザビーの赤色がちょっと近いんですよね。本来はもうちょっとこうなんか深い赤っていうか濃い赤なんですけど、赤系の色ということ以外、全然、一応どっちもシャア専用機なんですけど、全然共通点ないのに、誰が見てもね、分かるだろうみたいな、正直ねちょっと信じられないなっていう、世の中、ちょっとこれ都知事選の開票の直前にこうレコーディングしてて、本当はそういう動画を撮りたかったんですけど、日本はね今ちょうど本当大変で、もう円安がもうすごい進んでて、もう僕とかみたいな、もう一般庶民なんか本当に苦しい思いしてて、もう政治を変えたい、なんとかしたいみたいな機運が高まっててね、前も都知事選についてちょっと時事ネタの動画上げましたけど、もう本当にもう都民じゃないのか悔しいと思うぐらい、もう選挙権ないのか本当に悔しいと思ったことがないぐらい、もうこういうところが続いてんのに、さらに深刻なニュースが、もうね本当にこれ信じられないなと思いますね。やっぱりシャアといえばね、シャア専用ザクみたいな、イメージがあったのかな。本当に浅いね、浅はかな知識、これ原稿書いた方はねもうちょっとと思うんですけど、分かりますけどね。正直映像化されてる部分でシャアが一番活躍するっていうのは、実はもうシャアザク初期の頃、アムロがガンダムにまだ全然慣れてない頃で、でも性能差、機械の性能差がすごい激しくあるにもかかわらず、もう全然渡り合ってて、うわすげえみたいな、つうかシャア専用ってなんだみたいなね、その当時のこうロボットアニメとか、そういう子供向けアニメのこうそういう前提を覆したみたいな、いろんな要素が詰まってるんで、シャア専用ザクっていうのも、そういうのあるんですけどね。これを最後に、実はシャアが敵対勢力に対して圧倒したみたいな描写って意外とほぼなくて、ね、逆襲のシャアでもね、間違えられたサザビーに関しても、リガズイにも結構そこそこ渡り合えられちゃってるし、でニューガンダムとの戦闘自体はすごいねかっこよくて、もう名シーンだと思うんですけど、全然普通に負けちゃってるわけで、
なんならそのネオジオンサイドで僕一番イメージに残ってるのはあのギュネイがファンネルでねこういきなりあのカットインでアップになってこう一番熱量の高いミサイルだ当たれっていうのその山ちゃんがこうねわーってやってるところがなんか一番印象に残ってるぐらい意外とこうシャアの活躍ね百式の時もね別に全然すごいことなんですけど性能差がある中で結構やっぱりこうやられ気味のね描写みたいなのが結構印象残っちゃったりとかしてまあねズゴックでこうジムをやったみたいなのありますけどそれも相手ジムだしねそのゲルグ軍になってもねちょっとアムロにやられっぱなしの印象でもジオングでもねあんな最高兵器とかもう通体もでっかいくてすごい強そうなのに結局アムロとやっとこさ相打ちみたいなこう、うん、まあわかりますよシャア専用ザクはすごいまあすごいんですよ確かにねシャアのモビルスーツといえばまあ、サザビーかシャア専用ザクで、まあ、確かに間違えるのそれぐらいまあ無理もないといえばすごい思い切り擁護すればね無理もないといえば無理もないんですけどとはいえなんでこんななんかとんでもない間違いをするのかなっていうことですよ本当に、まあ、自民党の裏金問題の火にならないぐらいちょっとこれは特にガンダム好きな方なんか衝撃だったんじゃないですかねまだこんなリテラシーないのかと日本はいやー平和ボケしてんなと本当に日本は本当にこれ平和ボケしてるなって本当感じましたねもう僕もうちょっと今月もすごい忙しくてもうちょっとアップしたい動画もいっぱいあったりとかそのいろいろこうやんなきゃいけないこといっぱいある中ででもどうしてもこれはちょっと言いたかったんでちょっと動画撮りました、ね、よかったら、まあ、他にもいろんな動画上げてるのでね、ぜひチャンネルページ飛んで、チャンネル登録してくださいお疲れ様ですコメント高評価チャンネル登録よろしくピカ再生リストから作品とかも見てほしいピカ